ピラなんですが、コンボがきちんと伸びた時の最大火力はつばいでかいんですけど、なかなかそれって当てるのが難しいんで、タラットさんにどのぐらいこうつばいの技通るかですね。これはナコルルこれはでしょうか。もうどこからどう見てもナコルルですね。サムスピに絡めてきた糸がきっとどこかに。いや、しかしうまいですね。この、ツバイの連携の2段目の横移動ポイントみたいのを、サラットさんもわきまえてますね。君知ってるねっていうやつですか。おー、横切りから横向かして横投げ。おお、ダブルおー、KO。 アップ KO。そして相打ちから始まる第2ラウンド。おお、今ワンステップ挟んできましたね。意外だな。ああ、落ちていく。アマズマのようなスライディングを見た。さあ、最初ダブル KO だから早くもリーチですね。さあ、タルさんの置き攻めが始まると、いろんなパターンが見れて面白いですね。そうですね。HB 召喚して投げを抜ける。長ビエ出し切り、ツバイが下段で切りかかる。おお、横に動いてる。しかも正面向きになった。これ美味しい。普段22K で当てた後のエンジェルストライクって側面ヒットになっちゃって繋がらないんですけど、さあ横投げ。第3ラウンドは立て続けにピュラちゃんの美味しい